はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、2016年に買って良かったものベスト3、我々ですね、たくさんのおもちゃや、製品をレビューしてきましたけれども、今回ですね、エイシン君のトップ3、そしておとちゃんのトップ3、これをですね、発表していきたいなというふうに思いますね。はい、はい、私の方から、おとちゃんから行かせてもらいますね。はい、まず、私の第3位は、今ちょっとここにないんですけども、ソーダストリーム。自宅で炭酸水が作れちゃう。あとシロップさえあればコーラとか、アップルソーダとか作れちゃう。ね、そうそう。ソーダストリームが大変よく使っております。はい、パパ、低糖質ダイエット始めてさ、炭酸水作って、これで、ウイスキーと割っちゃえばハイボールが作れるから。で、低糖質ダイエットでもハイボール飲めるからさ、それすごいよね。そう、だからそれが自宅で作れちゃうっていうのは大変良かったですね。第2位、こちらですね、レイのライトセーバー、あえてレイです。はい、購入当時は、日本ではまだ売ってませんでした。アマゾンで並行輸入品で購入したものなんですけれども、最近はね、日本に、そう、もう普通に今日本で売ってます。日本のディズニーストアで売ってますね。で、このライトセーバーの特徴は元から青なんだよね。だから光らせるとすげえ青に光るんだよ。じゃあ消してみるね。はい、はい、こんな感じですごく綺麗に青に光るので、とても気に入っております。あー、振動ね、振動が、そうだね、このアルティメット FX ライトセーバーと違うのが振動でこう震えるっていうね、このエフェクター、ここがすごいよね。確かにちょっとリアルさがあるよね。ちなみにこのライトセーバーを使って前チャンネルウォーズもやったよね。3話作りましたね。うん、あとはエイシン君が YouTube スペース東京ですごい一心不乱に振ってる動画とかすごい振り回したよやってたりしましたね。うん、はい、で最後に第1位、はい、はもうこれはね、当然と言っていいんじゃないかな。あー、なんだろう、あ、これか、こちらでございます。ムービーマスターピースのダースベイダーですね。やっぱり、ね、これちょっと高かったっていうこともあって、やっぱ当然のごとく1位にさせていただきました。うん、これ本当は喋りやすいんだけど、喋んなかった。そう、なんかね、喋んない、なんか電池オンオフにしてもやっぱダメなんだよね。うん、裏に電池入れ場所あるとかないの？そうだよ、で最初に電池入れた時は鳴ったんだよ、ちゃんと鳴ったんだ。鳴って、で今は鳴んないから、電池があれなのかな、古かったのかな、電池入れ直せば鳴るのかもしれない。また今度試してみますか。ということで、私の、2016年の最高のお買い物はこちらでございました。マスターピースのダースベイダーでございますね。3万7千したんです。3万9千です。3万9千です。じゃあ次は僕のトップ3。はい、第3位は立体昆虫図鑑。そうだよね、これはですね、シャールさんとコラボした時に使ったんだよね。そうそう、使ってその後もレビュー動画を出したんですけれども、カブトムシとクワガタムシのリアルなフィギュアで、これね、エシが相当遊んでます、これで。うん、相当遊んでます。うん、虫キングっぽくね、遊んでます。すっげえ遊んでる、本物っぽかった。そうそう、これでエイシン君のまた虫への思いが強くなって、来年は買おうかなって話をしてんだよね。うん、オオクワガタとかね。そうそうそう、なんでまたそれは買ったら買ったで、買ったっていうか捕まえに行くのかな。うん、そうだね、捕まえに行ってもしゲットできたら動画にしましょうか。はい、はい、次は第2位。はい、第2位、こちらレベルアップライダーシリーズの仮面ライダーエグゼイド。あ、これもよく遊んでるね。うん、ゴーストの時よりも遊んでますね。うん、イエちゃんが遊んでるところをパパがこっそり入っていって、全然気づかないことよくあるから。それでパパが動かして、イエちゃんがうわーってなっちゃってるからね。そうそうそう、うん、それだけこれで、これで熱中して遊んでるよね。うん、最後に第1位はベイブレードバースト。あ、そうだね、まあ、ベイブレードバーストはどれがっていうのはないけど、まあよく遊んでたよね。うん、特にか、動画撮ってなくてもパパとエイちゃんでよくシュートしたりしてたんで、うん、もう面白かったね。今年はやっぱりベイブレードよくやったなって感じですよね。うん、でパパのお気に入りがバルドゥールで、そうそうそう、エイちゃんのお気に入りがゴールドゴッド。そうだね。はい、ということで、私の第1位はダース・ベイダーで、エイシン君の第1位はベイブレードバストということですね。はい、他にもね、いろいろやったんだよね。例えば、エイシン君はまだヘボットがお気に入りだったりするんでしょ。ヘボット、
結構ヘボットのお気に入りで、あとこれも、そうパパもこれもすごい気に入ってんの。最近紹介したばっかりだけど、うん、これすごいいいハルツね。時々スマホ変えて遊んだりも、そうしてるよね、うんうん、ということでですね、もう年の瀬ということなので、今回ですね2016年のベスト3をそれぞれ発表してみました。まだ今日の動画の公開以降に、新しく買うものもあるので、うん、これ覆る可能性もあるけど、まあ、現時点でのトップ3ですね。はい、はい、ということで、今日の動画もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、では今日もやりましょうか。コメント回答コーナー、イエーイ。はい、では一つ前の動画ですね、仮面ライダーエグゼイドレベル 5VS 仮面ライダーゲームレベル3レベルアップライダーシリーズの10のハンターゲーマーの動画のコメントを見ていきたいと思います。はい、OORER さん、なんて言うんだろうこれ、00RER さんっていうのかな。マイチャンネルさんは昔から見ています。エイシン君とパパさんが楽しく実況しているのを楽しく見させていただいてます。これからも商品紹介など楽しみにしていますって。はい、ありがとうございます。本当にね、もうこういう方たちに我々は支えられております。はい、ありがとうございます。子供ドラゴンさん、いつも楽しく見ています。エイシン君とパパさんの寸劇や会話を聞いているとすごく和みますだって。ありがとうございます。ありがとうございます。今日もですね、ちょっと割とフリースタイルな感じでやったのでどうでしたでしょうか。和みましたか今日も。ということで、今日のですね、2016年に買ったベスト3、この動画の次の動画の最後の方でコメント回答させていただきますので、コメントいっぱいくださいね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。